モンハンダブルクロスの疑問。おぼろ隠れが透明になれるのに、おぼろ隠れ一式を装備した主人公がなぜ透明になれないのか、ちょっと疑問である。ほんと疑問ですね。はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、はじめましての方は、はじめまして、へっぽこげばガライラガイでございます。さあ、本日もモンハンダブルクロスやっていきたいと思います。今回は超特殊の、おぼろ隠れホロロホルルですね。装備の方はこんな感じです。まあ水属性、ですね。これさえあれば、まあまあこいつが一番優秀かなって自分の中では思ってます。あとスキルの方はこんな感じですね。腹痛発動はもうちょっと必須と、あと弱点特攻超回し、これですね。尻尾と頭が、弱点なんで、これは非常に有効な打撃になるかなと。あとは破壊王ですね。まあこれはお守りの性質上ちょっとついてるものなんですけど、頭破壊にはもってこいなんで、この形でいきたいと思います。さあ、それではいきましょう。まあとにかくちょっと混乱防止だけという、混乱はちょっと怖いですね。まああと1回2回は速攻つか、このままちょっと戦ってみてから決めます。さあ行きましょう。こいつの方向は若干、遅いんですよね、判定が。さああとはこれですね。このこれがやっぱ怖いですね。この一番の大技、これをやっぱりいかにこう切り抜けるかというのが結構重要になりますからね。こいつのはこれもしっかりかわしていきたいんですけど、この当たり判定が本当にちょっと微妙なところにあるんですよね、こいつ。さあ遅れてくるんで、これはしっかりやっておきましょう。さあどこだ、ん、いやーこれまずいこれまずい、分かんなかったほんとこれなんですよね、こいつのきついところ、これなんですよね。まあまあ二オツまではまあどんなにブサイクでもいいんで、ここら辺はあんまり気にはしてはないんですけど、問題は3回目ですよね。3回目をやっぱいかに綺麗に戦うことができるか、そこが結構重要。連機ゲージないのにまたやっちゃったよ、本当にモンハンあるだな、もうこれ最悪。いけるこれ。ちょっとこの混乱はめんどくさい。いいですね、いいですよ、これこれいいです。いにしえの飛躍3本消化して、2本目か、2本目をあっという間に使い切るっていう、いいよ。一撃も与えられてないんで、砥石もする必要ないですからね。もう行きましょう、このまんま。問題はここで勝てばいい。よっしゃ、今夜は頭破壊してやろう、この野郎。よいしょ、当たんねえ、ナイス、オッケー、いいよー、お友ちゃん。基本的にはもう墜落させるだけで十分なんで、こいつの
ちょっと遠目に離れて移動する瞬間を見ましょうか。そしてセコク後ろからしっかりスッと、これは当てて逃げる。よっしゃ、あはあ、予備運動の前にそれ来たか。予備運動の後にそれ、先にそれやるね、ほんと卑怯だ。さあどこだ、いやほんとわかんないわかんないわかんない、危ねえ。よいしょ、いやーかわすタイミング間違ってるな完全に。スッと、よいしょ、これはかわしていきましょう。よし、なるべくこいつはやっぱり、よいしょ、絶対回避なりが溜まってる状態でちょっといかないとまずいですね。よいしょ、いや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 、よいしょ、危ない。えらい今回のやつすげえ飛ぶな、飛ぶというかそのすごい、飛ぶというより本当このなんか回転、回転というか突進の飛びが非常に多い気がする。こんなに危ねえ。おお、これですね、非常に今回この攻撃が多い気がするな。ちょっとた、おそう、よいしょ、危ねえ。全く攻撃の隙がこいつ、今のちょっとこいつにはない気がするな。やばいせっかく赤ゲージにしてるのに。よいしょ、 OK、せっかくやったら赤ゲージでやっぱ攻撃したかったな。よいしょ、どこ行った、こっちか、これはまずいぞ。ちょっと一回戻りましょうね。この道砥石をしなきゃいけないんで戻りましょう。ちょっと危なかったでしたけどね。いやそれでもやっぱ強いですねこいつ本当に。この混乱がなければ本当に何とも思わないんですけど、この混乱がやっぱりものすごく強烈ですよね。よいしょ、
あーもうダメだ、これはもう尻尾行こう。なるほどな、一回攻撃して休むという攻撃にモーションに入るんだな。これはちょっと初めて知ったな。いや左右切り間違えてる、もうそっちじゃないよ。さあここは叩きつけかな、よいしょ。いやーこれ本当これを食らうんですよね。よいしょ。いや、本当探してきたなこいつ。こっちを探してきよった。いやーもうダメだ、もう本当これ最悪。こういうのがあるから本当こいつ嫌いなんだよな。よいしょ。思った以上にダメージが与える。止まってろっちゅうのお前。こう消えてこの後ですよね、突進するんですよね。これもうこの突進やめてほしいですよね。これはよいしょ、よいしょ、かわせんかったか。よいしょ、オッケー。回してこないの。よいしょ、よいしょ、危ねえ。よいしょ、これですね。よし、この後は安定の予備動作と。よーし、よいしょ。さあちょっと一回戻って砥石ですね。あとは閃光玉もあと2発はいけるな。あと体力も一応マックスまで回復させておきましょう。さあ行きましょう。まあこれは別にかわせなくてもいいです。問題はここだな。これはナイス。本当は正面ではなく尻尾の方が良かったかな。おーそー、あぶねー、叩きつけー。どうぞ。これは当てて逃げましょう。よいしょ。ちょっと場所が悪いな。もう少しこちら段差のないところで。どうぞ。これは叩きつけかな。よいしょ。よいしょ。
あのいきなり後ろ向いて攻撃してくる、あれだけ本当ちょっとなんとかしてほしいですよね。飛んでくるやつですね。おどう、さあどこだ、こっちか、よし、スッと、オッケー、おそう、おそう、あ、それ卑怯、それ卑怯、それ卑怯、ほんとそれ卑怯、こいつ卑怯だな、これ、これのぞき見じゃないですか、探してくるんでこいつ、これから勘弁して、普段そんなことしねえだろおめえ。よいしょ、どこだ、これはかわしていきましょう、よいしょ、よし、よいしょ、よいしょ、おいっす、オッケー、ここは叩きつけかな、叩きつけしてきますよね、よいしょ、よし、わからない、これはまずい、見失うと本当にわかんなくなるな、これは、よいしょ、あー、やっぱこれかわせねえな、いやー睡眠かなーと思っちゃったよ、ここだな、よし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 、ここだなって見えとるっちゅうの、ちょっと飛ばないですね、そろそろ飛んでくれてもいいんですけどね、あこいつすげえ追いかけてくるなるほどな、混乱したらこいつ追いかけてくるんだ、そういうことか、ちょっと体力が、よいしょ、よし、ナイス、オッケー、先行弾いいよー、ナイス、よいしょ、よいしょ、今の先行弾はナイスだったな、叩きつけかな、もう一回どの道、これはよし、いやーちょっとなんか微妙に、そう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 、ちょっと一回戻りましょう、砥石の方死に戻らないといけないですね、
あ、お友ちゃんたちみんな寝てるな。ごめんね、お友ちゃんたち。あと頼んだ。あ、帰ってきたのね。もう少し先行玉をうまく使っていきたいな。ほら、ダメか。何やってんだ俺。せっかくの鬼神無双斬りのチャンスを棒に振ったな。これジャンプするでしょ。あー、なるほど、隠れるのね。そう、これは同じ方向に多分向かっていって、左右蹴りを、左右蹴りだな、左右蹴りだな、左右蹴りがちょっとポイントになるな、こいつは。やっぱりダッシュかな、やっぱり。あのやっぱ回転攻撃をされた時には左右蹴りってのは結構なネックになるんで、スッと、これもちょっと微妙にめんどくさいですよね。よし、どっかでちょっと体力を回復させないとダメなんですけどね。もう少しちょっとおとなしくしててよ。あー残念、もうちょっと、申し訳ない。そしたらここは回復しましょう。いや、こいつ本当見えてる、見えてるというか分かってる、こいつ。よいしょ、OK、 かわす向きもしっかり把握すれば、そんなに、よいしょ、そんなに苦しくはない。よし、ここはしっぽ、回心が全然入らねえ。やっぱり 50% ってのは結構可能性というか確率論的にはやっぱ菊は受けるやれ。結構重いな、やっぱあの一撃。これはまずいかな。よいしょ、これは当てて逃げましょう。あ、逃げれなかった。向きを考えてやっぱり攻撃をせざるを得ない。これはまずい。ほんとこいつの苦手なところっていうのは混乱した時ですよね。混乱した時にスティック操作がやっぱ逆になるっていう、あの、難点だけなんとか克服すれば本当にありがたいんですけど、どこ行った？こっちか。危ない、これはまずい。よいしょ、まだまだやっぱり。よいしょ、 OK、 スッと
さあ空飛んでいいよ。オッケー、ここはかわしていきましょう。段差が邪魔だ。ここはちょっと残念ですけども、さあちょっと一回戻って砥石しに行きましょうか。やっぱ今までの2つのは結構なんていうんですかね、技物つけてたんであんまり苦労はしなかったんですけども、こいつとの戦いは技物をつけてないんで厳しいですよね。でこいつと同じところで使っていく自信がない。よいしょ、よっしゃ、これはもうちょっとこっちにいてくれたら助かったんですけどね。よいしょ、こいつスタスナは全般的に言えることですけども、同じフィールド上にいる中でやっぱり戦うのは砥石するのは相当厳しいですね。よいしょ、ナイス。オッケー、これはかわしていきましょう。怖い怖い。いや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 、エラーをかけてくるな。おっしゃ、やっぱ 50% の回心率ってのは結構当たらないもんですね。ナイス。よーし、隠れた。どこ行った？分からなかった。今のは本当にやばかった。本当に分かんないぞね、こいつの。よいしょ、さあどこ行った。後ろに、一発目で後ろに回られると本当に厳しいですよね、本当に。おいしょ、危ねえ。よいしょ、オッケー、シーキー。まあ、結構結構苦戦しましたね。OK とか言いながら、27分ぐらいか。やっぱ03無理ですわ。そして混乱時ですね、あのスティック操作本当に厳しい。あの混乱防止がないんで本当厳しいですよね。睡眠無効とかのああいうやつはあるんですけど、混乱だけはないんで、なんか混乱で防ぐような、まあ、苦虫飲めばいいんでしょうけど、そうではなくてこうスキルでやっぱ欲しいですよね。誤報をつけてもダメですからね、ドラゴンシリーズの装備の。考えようによっちゃこいつ最強説ですよね。考えようによってはですけどね。さあ野鳥はいらないんでしょうね。できればおぼろ隠れのもうの素材が欲しい。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
そうそうそう、これもそうですね。おぼろ、野鳥、野鳥、うん、野鳥いらねえな。あとはじゃあ神尾、さあ来い。取っとこうか。いや全然ダメじゃん。ほんとスロットさんが出ないですよね。よし、まあ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 、なんとかこれで、ボロ隠れも終わったんで、次回は鎧咲きですね。さあ次回は鎧咲きの方で、行きたいと思います。現状ちょっとね、静電集の方も進めてはいっているんですけど、まあちょっと勝てないあいつには雷耐性をなんとかしなきゃというところで GX ミラルーツの装備作ったんですけども、ちょっと使い勝手がうまいことよくわかんないんで、今のところそちらも並行して、なんとかしたいかなと思っております。はい、というわけで今回は、おぼろ隠れですね、こんなところで終了となってございます。よかったら次の動画もまた見てやってください。それではバイバイ。